こんにちは、お邪魔します。はい、こちら2階です。おー、2階なんですね。あ、なんか早速階段に素敵な作品があります。あ、これは何ですか？はい、こちらはネタグラフィーのコンクールで事務局賞もいただいたんで、ねえ、はい、おめでとうございます。いただきました。ありがとうございます。テレビあるのが、こちらが、はい、作品ですね。作品ですね、一つ一つ実物すごいですね。一個一個、うんうん、すごい軽いのでどこでも飾れて。あ、そうなんですね。また動かせるので形も、うんうん、これちょっと触っても大丈夫？もちろんです。はい。すごい素敵。裏もなんかいろいろ、うん、なんか裏とか。あ、本当だ。びっくりスタンプやってたり、全部レタグラフィーで習ったのを結構盛り入れて。すごい、めっちゃ素敵です。じゃあお邪魔します。あ、ここにもレタグラフィーの。レタグラフィーの卒業作品も。あ、これ卒業制作ですか？制作です。すごい懐かしい。すごい。文字がちょっとあれだけど。あ、これあれかな、翔子さんがレッスンメニューだ。そうです。あ、素敵。はい、じゃあお邪魔します。はい、どうぞ。失礼します。サロン内にはたくさんのお見本が飾られています。すごい。しょこさん、これはポーセラーツのお見本ですか？そうですね、ここはそうですね、私の作品がほとんどで、意外と手書きも多いかなっていう。手書き、まあ、今ちょっといけてないんですけど、いけてない、そうそう、ちょっと、うん、ストップしてますけど、うん、好きでやってますね。あとおリボンですね。はい、リボンはずっとね、人気ですね。うん、これすごい可愛い。触って大丈夫ですか？はい、どうぞ。これバレッタ？新作ですね。新作。これもレッスンされてるんですか？これで、ね、これからです、ね。あ、そうなんですね。うん、こちら新作のおリボンです。うんうん、これはレザーですか？レザー。そうですね。こちらレザーですね。うんうんうん、そう。でこちらが、うんうん、マーカージュ。マーカー？うん、マーカージュ。マーカージュ。うん、あ、書いてるんですね。書いてるんです。かわいい。書けるんですね。お、何で書いてるんですか？ね、ペイントです。ペンキなんですけど、油性ですね。うん。スニーカーとかに描くような、うんうんうん、絵の具なんですけど、アメリカの、うんうんうん、これもレッスンメニューですよね。レッスンメニューですね。体験とかありますし、ディプロマもありますし、うんうん、そうなんです。すごい、すごい、ね、うん、かわいい、うん、これはアロマストーンですか？はい、アロマストーン。これ結構かわいい。ここに出てるのはなんか結構撮影小物に使ったり、なるほど、なるほど、ついたてにしたり、ちょっと角度つけたりで助けてもらってる。うんうん、かわいい。ね、こちら奥の方にも、はい、おカバンなのが。はい。これはもう、うんうん、ほぼ私の作業場&うん。作業場ってめっちゃ素敵なんですけど。そうですね、これはもう撮影小物が。はいはい。うん、飾ってるぐらいで。あ、このオリボンのバッグはあれですか、はい、レッスンでもされてる、はい、れはそうですね、うん、フリーでもできますし、うんうんうん、大人気ですね。そのリボンの部分は取り外しもできますね、うん、あ、さっきのこのマーカージュ、うん、バッグも作れるんですね。かわいい、うん、こちらにはすごいたくさんのディプロマ賞が飾られています。レタグラフィーですね。ポーセラーツとペン習字、日本習字、すごい。翔子さん、本当にいろんなお資格をお持ちでいらっしゃるんですね。皆さん、こんにちは。楽しいことを仕事にして自分のペースで働くレタグラフィーチャンネル日本レタグラフィー協会事務局スタッフの吉岡あさみです。本日は東京北千住でお稽古サロンアドエオナ主催されております翔子先生のサロンにお邪魔しております。よろしくお願いします。
ショッコさん自己紹介からお願いします。はい、ご紹介いただきました木平翔子と申します。東京北千住で、ペン字、レタグラフィー、ポーセラーズ、リボン、マーカージュをレッスンさせていただいてます。プライベートサロンで、こちら自宅ではないので、皆さんにごゆっくりしていただけるかなっていう空間です。はい、よろしくお願いします。本当にね、すごい素敵なサロンでちょっとねもう私も来た時もそうわーってなりましたありがとうございます。はい、ね、レタグラフィー あの先生の中でも翔子先生のこのね秘密に迫りたいという方たくさんいらっしゃると思うので今日はいろいろお話伺っていきたいと思います早速なんですけど、はい、この稽古サロン名アドエオナっていうのはどういった意味なんでしょうか。アドエオナは、ギリシャ神話の女神の名前で、あの来ること、集まることを司る女神、なんかぴったり、ぴったりなんですね。見つけた時にもうこれだと思って決めました、意外と早く決めれます、サロにアドエオナっていうのか、じゃあその、ギリシャ語はそうですね、ギリシャ語で、サロにはまあサロンっていうので、一応あの皆さんにちょっとご相談させていただいたら、あのアドエオナだけじゃなくてサロンってつけてもいいんじゃないって皆さんが言ってくださったので、正式名称はサロンにアドエオナ。なんかすごい翔子さんにぴったり、すごい素敵です。なんかこうお稽古サロン名って、フランス語でねつけられる先生結構多くいらっしゃるじゃないですか、でもギリシャ語ってすごいなんか珍しくて、なんかかっこいいけど、なんかこう品があるっていうか、すごい素敵ですね。ちょっとフランス語皆さんあの素敵なんですけど、響きもいいんですけど、ちょっと、皆さんと変えたいなと思って、あとあのアドエオナっていうのがそのまんま読めるから、サロン名としても読みやすくて、すごく親しみやすいなと思いました。でメインは、ペン習字とレタグラフィーが多いですか。そうですね、文字ですね、小学校の時から自分がずっとやっていたものが、日本習字のペン字と習字、だったので、小さい、あの年取ってからちょっとお教室できたらいいなっていう思いが少し早く実現した感じ。ああ、なるほど、じゃあ、ペン習字は、いつか、こうなんかサロンお稽古で、できればと思ってたけれども、思ってたりはかなり前倒しなんですね。前倒しで、自宅っていうよりかは、どこかでできたらいいなっていう夢はあったんですけど、思ったより実現が早かったのが、ちょっと場所ができたので、ちょっと人に貸そうと思っていたアパートを自分が使ってます。いや、でもすごいね。なんかそのプライベートサロンで、なんて言うんでしょう、このご家族のことも気にせずサロン業に専念できる場があるってすごいね、羨ましい。ね、皆さんそうおっしゃってくださって、で私もそうですね、掃除ももちろんしやすいですし、このねコロナ禍になって感染防止対策もしやすい、確かに、っていうのが利点かなと思って、でもちょっと難点があって、忘れ物をたまにするので、近いんですけど俺がもう行ったり来たりで、夏場大変っていうのは大汗かいてお待たせしちゃうとか、そんな感じ、それぐらいですけど、でポーセラーズは、もともとこのお稽古サロンをやりたくて始められたわけではないんですか。そうですね、趣味で、知り合いの先生のところに習いに行っていて、でフリーレッスンでずっと5年ぐらい通ってたんですけど、それで先生からはちょっとインストラクターコース進めてくださってたんですけど、どうしようかなっていう感じで、子育てもあったので、なったんですけど、インストラクターコース進んで、取ってから、でもサロン開業までは結構ありましたので、あとですね考えたのが、なるほど、サロン開業はあと。でも最初から、練習時は元からね、いつかはっていう夢はあったけれども、他の翔子さんってすごいたくさんのねお資格持ってらっしゃるじゃないですか、でもそれもなんかこのお稽古サロンのためというよりかは、ずっと趣味で続けてきて、でそれがなんかこう
いずれはみたいな感じで資格まで行ったみたいな感じですか。そんな感じですね。なるほど、はい、じゃあ翔子さんは編集時ねずっとされてるってことなんですけど、はい、その編集時のプロフェッショナル翔子さんがレタグラフィーをやろうと思ったきっかけは何だったんですか。あの編集時をやってるからこその、うん、あの悩みでもあったんですけど、うん、日本語をちょっと崩した文字っていうのに可愛いなって憧れがあって、レタグラフィーのカリキュラム、あの認定講師の方は分かると思うんですけど、うんうん、ちょっと崩した可愛い文字も習えるので、うん、あのひらがなのあれですか、そうお年玉とか、うんうん、実はあれに一番惹かれて、意外、そう講座を、うん、あの受講を決めました。あれですそうなんですね。なんかどうしてもレタグラフィーって、うん、こうなんかフローリッシュとか、うん、アルファベットを素敵に書けるっていうイメージがね、もちろん無難カリグラフィーも、うん、あの全く書けなかったので、うん、やりたいなと思ってたんですけども、うん、実はあっちですね、すごい、なんか着眼点が全然違うんですね、うん、ですね、で実はでもまだまだあの、うん、あの崩す文字っていうのが私は苦手で、うん、なかなかあの一番、うんうん、あの苦労してるあの、うん、カリキュラムです。あそっか、もう編集時だからきっちり丁寧にっていうか、ね、美しく書くのが、うん、そう、だから日本語、うん、そうなっちゃうんですね、どうしても。おそれ、そうですね、だから皆さんともしかしたらちょっと違う点がそこかもしれないんですけど、うんうん、まあ、でもダンカリグラフィーだけじゃなくって、うんうん、日本語もあと、ね、うん、クラフトも学べるっていうのは本当盛りだくさんで、そうですよね、レタグラフィーはすごいあの認定講座はいいと思います、うん、はい、翔子さんが一番好きなカリグラムってどれですか、うん、やっぱりその苦手っていうところが、うん、一番気になるからそこと言っときますなのでやっぱり封筒を作ったりね、うんうん、いろいろありますよね、うんうん、そういうのも好きですけど、うんうんうん、でいっぱいこうレッスンメニューが翔子さんのサロンはあるんですけど、うん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 、編集時、レタグラフィー、うん、ポーセラーツ、うん、マーカージュ、マーカージュ、うん、あとリボン、リボン、うん、あとまあアロマストーンとかまあそういうのもありますけど、あ、本当にこういろんなねレッスンがある中で、うんうん、こうなんだろう、お稽古サロンされてる先生の中では、うん、自分がねどんどん資格ばっかりいっぱい取っちゃって、うん、結局なんか何屋さんか分かんなくて、うん、生徒様がおなんかこう起こしにくいっていうか、うん、ちょっと困ってらっしゃる方もねあの、うん、いるかなって思うんですけど、翔子さんのところはなんか本当にいつもたくさんの生徒さんが、うん、で賑わってるっていう感じなので、その秘訣というか人気のお稽古サロンになれる、ね、ありがとう、ワールドって言ってくださってるんですけど、本当翔子ワールド、もうどこもかしこも、この辺も